皆さんこんにちは、新井恵里奈です。今日は私の趣味の一つをお見せしたいと思います。今もつけていますこのね、ビーズのネックレス、これも今朝作ったばっかりなんですよ。と言っても、ただつなげただけの簡単なものなんですけど、シルバーのビーズの間にちょこちょこハートのね、可愛らしいガラスビーズを入れてます。こういった感じで、自分の作ったアクセサリーを普段はつけています。そのうちのいくつかをお見せしたいと思います。結構休日に突然やりたくなるので、そういった時は手元だけになってしまうのですが、作業BGM として流してもらえたらと思います。どうぞ。台座にストーンをはめていきました。長方形が3つずつ、スクエアが2つずつで、丸が7ずつなんですが、ここ、長方形が1個足りなくて失敗しました。はまりきらなかったので後日買いに行きます。あ、これね、台座にこのようにグルーでくっつけていくだけでこの高級感が出ますので重宝してますね。簡単でいいです。まあ、これこのまま、例えばこういうイヤリングのここの、なんだ、フロントに来る部分が結構、これなんかシンプルなものなんですけど、こういう感じになってるので、ここにね、このままグルーでくっつけちゃってもいいですし、今回はちょっとこういうヘアクリップを買ってみたので、このクリップにかけたらどうかなと思って買ってみました。
こちらは以前買ったピアスなんですけど、こう私はピアス用の穴を開けていないのでイヤリングに変えました。で、裏のところはね、そのピアスの金具を引っこ抜いて、でそしたら、プチッと針穴のようなものだけが残る状態だったので、そこの穴に入るタイプのイヤリングパーツを買ってきて、ボンドをつけて中に埋め込むということをしました。シンプルなネックレスにしました。ここ金具をね、こんな風につないでおります。パーツはね、すごいいろいろあるんですけど、こういうタイプもありますね。あの板だるまって言って、今回はチェーンのタイプにしたんですけど、チェーンじゃなくて、もう長さ固定の場合はこれを端っこにすると。まあ、長さ悩まなくて済みますよね。このね、留め具の形とかもいろんな種類ありますけど、まあ、一般的なのにしました。このシェルのビーズを使ってみました。ターコイズカラーの間にうっすらピンクですね。これもでも同じ種類のビーズをちょうど家にあったので、若干サイズは違うけど、まあそんなに気にならないかなっていうことでつなげてみました。これね、いろんな使い方ができるかなと思ってます。例えばこれ先日作ったネックレスなんですけど、こういうネックレスを重ねてしてもいいかなって思ってますし、こういうモチーフがついたシンプルなネックレスを重ねてみてもいいのかなと思っています。この夏使いやすいネックレスを作りたかったので、こんな感じに仕上げました。